敵の石膏の間隔が短い。じきに本体の行為が始まりますね。城を取らせてから包囲するとは、拙者たちは踊らされてしまったのか。それにこの長雨、敵はきっとこれを使ってくると思う。大丈夫、勝てる。私たちが共に戦うのだから。兄者の志と共に歩む。こうして我が子らの立派に育った姿を見る。乱世に身を置きながら我が人生の何と満ち足りたことか。どうしました、父上。我が子らよ、そなたらの時代、新しき仁の世は目前。いざ、我らの義と武勇、この慶州にほとばしらせようぞ。